私の名前は薄井ひろと。徳川十五代将軍の慶喜は。その雑誌見せて。いや、自分で返し。私立の女子高校で日本史を教えている。今は授業中なのだが、あの、静かに。そっちが静かにしろよ。そうだ、今日カラオケ行く人。手のつけられない学級崩壊状態だ。私の授業中は生徒たちにとっては遊び時間らしく。ほら、安子の勝負下着。いや、見せんな。丸めて投げる。カキーン。下着野球で盛り上がっている。いつもこんな調子だ。ねえ、彼氏とどこまで行った？D。 もう一球勝負だ。見て、昨日の動画バズったの。誰も授業なんて聞いていない。胃はキリキリと悲鳴を上げる。いつしか体調も変化し始めた。ああ、下痢が止まらないよ。なんで僕がこんな目に。精神的にも限界ギリギリのところまで来ていた。ただ時間は心の不調を待ってくれない。ああ、このクラスで授業したくない。ねえ、あんた行ってきなよ。じゃんけんで決めよう。生徒たちが何か悪巧みを画策していた。先生、お腹が痛いんですけど。え、ああ、保健室に行ってきなさい。歩けないよ、おんぶして。え、何言ってるんだ。私は耳を疑った。私は教卓の前に押し倒された。その時。え、漏らしてない？マジウケるんだけど。私は生徒の重みにより排泄してしまった。トイレに行き、教室の清掃を終え、職員室に戻ると。今日も賑やかでしたね。もっと静かに授業してくれよ。ここにも私の味方はいない。新人の教師にみんな冷たかった。そして次の朝の職員会議。薄井君の授業が不真面目と噂だ。今日の授業を見させてもらうよ。はい。不信感を持った校長が見に来ることになってしまった。教師も生徒も敵。教師くじったら私に明日はない。授業を始めるぞ。うるせえな。はあ、だる。動画撮ろうよ。だが俺の気持ちはお構いなしだ。だが今日だけは訳が違う。僕は毅然として生徒に接した。そこのお二人、池田美穂、村松安子、うるさいぞ。いつもうるさい二人組を名指しで注意した。すると二人揃ってゲラゲラ笑い出した。うるさいぞ、だって声裏返ってんよ。発声練習からやり直せ、バーカ。だ、黙れお前ら。廊下から校長が怪訝な顔で見てる。頼む、黙ってくれ。ダメだダメだ、とにかくこいつらを黙らせないと。はあ、よく聞こえません。こいつ教える才能ないんだから教師辞めればいいのにね。もうダメだ、俺の脳みそは思考停止した。おら、お前が悪いんだ。いや、何よ。俺の教室で騒ぎ立てるな。うりゃー、いやー。怒りのままに俺は3階の窓から池田をぶん投げた。そういえばもう一人いたはずだ。ほら、やだ。村松安子も同様に窓の外に投げ飛ばした。沈黙の後、悲鳴が溢れ返った。やだ、美穂、安子。キャー、嘘だ。私は呆然自失の状態だった。え、うるさい、なんでまだうるさいんだ。そして気づいたら校長に胸ぐらをつかまれていた。薄井君、君はなんてこと。おい、聞いているのか。まだ静かにならないな。黙れ。現場には騒ぎを聞きつけた教師が呼んだ救急車のサイレンが鳴り響いた。池田美穂は全身を骨折、村松安子は顔面と頭部に大怪我を負ったらしい。私は警察に現行犯逮捕され、今は警察病院にいる。私は悪くない。ひどい鬱の症状が認められたためだ。悪いのは誰だ。誰が私をこんな状態にしたんだ。